見てこの天気はい、おはようございます。カババです。ここはね、鳩町峠です。久しぶりに来ました。で、今日明日と、まあ、1泊2日で、まあ、尾瀬の山小屋に泊まってね、新緑の尾瀬ヶ原を歩きます。はい、今回はね、1泊2日です。1日目のコース概要ですが、鳩町峠を出発して天上の楽園綾目平に向かいます。で、綾目平で絶景を堪能した後は富士見平の分岐にまで進みます。そしてね、分岐から長沢新道で竜宮に下って大堀川沿いに水芭蕉を撮影します。そしてね、東殿小屋を回ってよっぴ川を渡ります。はい、それでね、見晴らし方面に歩くと今日宿泊する尾瀬小屋が見えてきます。歩き応えのある16キロの山旅に出発です。はい、ここね、鳩町の公衆トイレです。で、綾目平はこの建物の裏から、ここから入ります。こちらの綾目平に行く方の道、歩いてるのは僕とカウママだけです。本当に実はね、隠れた、まあ、いいコースでしてね、まあ後でね、素晴らしい風景が皆さんにお見せできると思うんですが、まあ、とにかくね、ここは素晴らしいです。はい、まだまだね、雪はそうだね、60センチぐらい積もってっかね。まあ本来の木道がそこにあるんでまあ僕はこっち通らざるを得ないんですけど、はい、抜けたかな、抜けた感じですね。はい、84分、横田城ですね。1860m。 地頭もね、もうほぼつながっちゃってるね。はい、こっちもね、この田城はね、斜めになってんでね。
はい、横田城はね、あの私物を撮影するときは本当ちょうどいいんですよ。こう振り返るとね、ほらじゃーん、これは私物さんです。おっとっと、いやどうもって感じだな。これ目の前の山がね、中原山ですね。登山道がね少し見えてると思うんですけど、あそこの登山道をぐーっと上がってって、で山のてっぺんから向こう側がですね、いわゆるあやめ平というところです。夏の思い出という有名な歌に出てくるねところが、あのあやめ平です。で左の方のね日内ヶ岳が映ってますが、まあやめ平から見る日内っていうのが、まあ、多分、まあ、僕が知ってる中ではもう最高の日内ヶ岳の姿だと思ってます。ということで今から中原山を通ってね、あやめ平に向かいます。ほら、お久しぶり中原山。はい、次は、まあ、本日のメインイベントですね。今日のね一番の目的地であるあやめ平が近づいてきました。よく近づいてくるって言うけど近づいてこないよねこっちが行くんだよね今ね、あやめ平の一番西の端っこに出ました。はい、あやめ平はね、まあ、かなり広いんで、まあ、横長なんですけど、あの植生を保護してるのはね、この辺からずっとそうなんですよね。まあボランティアでね、いろんな方が植生の回復に努めてます。あのね、だいたいこの高さにねこれだけの広い湿原があるっていうのはなかなか珍しいことなんですけど、あ、日内ヶ岳がドーンと来ましたねすごいな、相変わらずここはいやね、ここのいいところは、まあ何せね、標高1800以上の場所からね、至仏山、あっちはね上越の山々、そして、まあ、尾瀬の名手日内ヶ岳、これがねこの高さから見れるってここしかないんで、すごいね来てよかった最高だね、やっぱり尾瀬は。長沢新道の分岐、ここでしばらく休憩してました。はい、ここをね、まあ予定だとね1時間4、50分下れば、はい、竜宮です。長沢新道への下りはねまだまだ結構、まだ 7,80 センチ積もってんじゃないかな。はい、これね、長沢新道っていうのは以前もねここ下ったことあるんですけど、あの結構石がねゴロゴロしててね、
まあ当たり前だけど歩きづらいところなんですよ、うん、でそういう意味で言うと、まあ、今回雪があることで、まあ、デコボコが埋まってますからね、まあ、それに比べれば幾分歩きやすいなという感じです。やるか、やるか。目の前は尾瀬ヶ原ですね。もう尾瀬ヶ原歩いてる人の姿もよく見えます。あ、こっからでもね、水芭蕉がいっぱい咲いてるの見えますよ。うわ、見てこれもすごいよ。もう辺り一面もう全部水芭蕉。そして私物さん。カウママがねマジで感激してるわ。はい、竜宮にね近づくにつれてまた水芭蕉がブワーッと。はい、ここはね竜宮十字路ですね。右にね、あの建物が竜宮の小屋、竜宮小屋で、竜宮小屋の奥がね、木内ヶ岳です。はい、じゃあね、竜宮十字路で、カモモの握ってきたおにぎり食べたいなと思います。そこは竜宮小屋ね。で、バックが木内ヶ岳です。カウマもおにぎり、明太子、こっちが何？おかか、うん、はい、おにぎりとねミニミニカップ麺で、まあ、美味しいご飯でした。これね、大堀川あったんですよ、まあ、大堀川。そこがねすごく水芭蕉の、まあ、撮影に適した場所なんで、ちょっとね、まあ、ここから20分ぐらいなんで行ってね、まあ、撮影してまた戻ってきたいと思います。ということで、まあ、予定してた平らめの滝はねまた次回ということにします。はい、この辺もね水芭蕉群生してますね。はい、着きました。ここはね水芭蕉の名所です。また竜宮十字路まで戻って、今度こっち側ですね、よっぴつり橋から、まあ、東殿小屋ですね、ぐーっと回っていきたいと思います。
はい、水量すごいね。雪解けですよね。おお揺れてる気持ち悪い。はい、この水はね、すべて、平鍋の滝から三条の滝行って、まあ、日本海に行っちゃいます。よし、はい、ここも水芭蕉が咲き乱れてます。あーいいね。ここはねそんなに大きく育ってないからね、いわゆるあのお化けになってないから、写真撮んだったらこうしようねあー久しぶり、東電小屋です。はあ、ジュースとかビールは冷やしてないわはい、東電小屋です。はい、東電小屋を出て見晴らしに向かいます。こっからね、見晴らしは、ヨッピ川沿いをねずっと行って、そうだな、35分40分ぐらいかな。はい、はい、はい、2時40分、東電尾瀬橋です。はい、ここでねまたねヨッピ川を渡るんですよ。でこの川の行き着く先は三条の滝です。そして、只見の方に流れて日本海に注ぎます。再び尾瀬川に戻ってきましたあそこはね見晴らしの小屋群が見えてますね。はい、まずね東電分岐という分岐があるんで、あそこですね、あそこまで行きます。ここがね東電分岐というポイントです。こっちがね赤田城という田城がねあの林の向こうにあります。こっち行くとね見晴らしですね。はい、じゃあ見晴らしに向かっていきましょう。3時ね、やっと着いたよ。ヤマップのメーター見たらさもう16キロ歩いてんだもん。今日ね泊まるのはあそこですね、尾瀬小屋さん。はい、もう疲れてね動けそうにもないんで、はい、15時3分、尾瀬小屋です。はあ、はい、今ね、あの小屋の皆さんからいろいろ丁寧なご説明を受けましてありがとうございました。あ、これですね。おお、うわ綺麗うわ綺麗だよ、ほらこんな感じです。あ、とにかくね疲れちったあのね、お風呂はねもう入れるんだって。ただ今非常に混んでますよということなんで、うん、ちょっとね部屋片付けてから入りましょう。